扱っていきたいと思います。なのでこういった感じでね、オンの方に持っていきます。ちょっと押し込んでこういった感じでロックするところまで。皆さんこんにちは、人手不足をレスキューする七頭肉政府のユニセルオジです。お疲れ様です。はい、今日は何でしょうか。はい、今日はですね、鉄板を釣っていこうと思います。やりましたね。やりましたね。だいぶやってますよね。鉄板をね、不鉄というとね、はい、もうこちらもう鉄板釣りね、スーパーロックフックこういったものを使ってねやるっていうね、もう王道ですよね。今回は鉄板を釣るための別のね事業をちょっと紹介していきたいと思います。それがですね、はい、こちらですね。はい、何ですか、はい、これ先輩。はい、こちらはです、ね、主に鉄板に、ね、よく使われているんですけれども、はい、リフティングマグネットって言われるものなんです。ここにはねスーパーマグって書いてるんですけれども、これも商品名ですね。これは磁石なんですね。磁力を使ってこの鉄板を釣っていこうと、これを使うとですね、すごく簡単に鉄板を釣ることができます。え、そうなんですか。はい、釣りを、ワイヤーをねかけていきます。鉄板釣りの先についてるねスーパーロックフックっていうね、この大きいフックの、とワイヤーをつないでるこのシャックルがね、緩んでないかっていうね、いうのもねしっかり確認しておいてください。でここを確認できましたらね、ご覧の通り鉄板のこのフックを入れる隙間が全くありません。端っこの方をねちょんがけしてそのスペースをね開けていきたいと思います。かけていきます。ちょっと上げますよ。はい、はい、出ましたよね。はい、隙間できましたらその隙間の間にですね、はい、手持ちのねあの板とかね、はい、輪切りをねちょっと挟んで、はい、その隙間を キープします、はい、そうするとこのね鉄板をつる穴のところが少し隙間が空きましたのでね、入れていきたいと思います。またクレーンでね移動させて中央に。そうですね、穴のね真上に来るようにね、はい、まずはフックをセットしていきます、はいはい、フックをかけるのはね中から外にかけていきますよ。はい、かけれましたら一回ねちょっと離れたところからセンター確認をしていきます。で、ね、こうセンターをからね、はい、まずセンター確認して、ゆっくりね起こしていきます。とりあえず最初はまあ巻き上げでいいと思うんですけれども、どんどん巻き上げていくと鉄板のセンターが変わってきますので、はいはい、それに合わせてですね、このワイヤーが垂直になるようにね、クレーンを操作していきます。中央がどんどん変わるんですよね先輩。センターがどんどん変わっていく、どんどん変わっていきます。だから、ね、旋回しながらね、はい、慌ててやるとこう引きずる感じになってしまいますので、ここはね慌てずにねちゃんとねまっすぐなるようにね、はい、ここまででできまして、ようやく地切りと、今の定格荷重が 1.34、 はい、地切りします。はい、はい、で実際の荷重がね780キロ、まあ、このようにね地切りが終わりましたらね、そのまま、低層移動でね荷台の方に移動して、積んでいくという形の作業になってきます。はいはいはい、はい、では続いてはこちらリフティングマグネットを使ってですね、はい、の動作をしていきたいと思います。このマグネット上にね、まあ、アイボルトの大きいのがついてますので、はいはい、ここにですね釣り具をかけていきたいと。太めのワイヤーでもいいんですけれど、今回は鉄板自体が、ね、800キロでしたので、はい、スリングこちらを使っていきたいと思います。ストレートで 1.5 取ることで3トンになりますので、それでやっていきたいと思います。ところも丸いですのでスリングが傷つくってこともありませんので、なのでこういった感じでね、かけ使っていきたいと思います。はい、別にこうシャックルをこう見る手間も省けるのか。そうですね、もうこの時点でですね、シャックルの確認する手間が省けていますね。器具として、ね、取り付けできましたらね、鉄板のセンターにこのリフティングマグネットをね置いていきます。鉄板のセンター確認していきます。これがセンターだと思いますので、このセンターのこのセンターをね取っていきます。置いていきます。置いただけの状態ですとまだね全然ついてないので、はい、まだ動きます。はい、ただですねここからです。このレバーをオフの状態になっております。オンの状態に持っていきます。これねぐーっとねオンの方に持っていきます。そしてですねここのストッパーを押し込んでこういった感じでロックするところまで持っていってください。でも
磁力で鉄板を打ち付けております。そのまま自切りしていきますね。ゆっくりね、上げていきますよ。磁力によって鉄板を持ち上げております。もういきなり地切り、いきなりステーキならないけど、いきなり地切り、まあふわっと持ち上げただけです。鉄板を敷設していくとき便利ですね。ベースにスポッと上から落としていくことができますので。終わりましたね。このレバーをまたこのオフの方にすれば磁力を解放することができます。このレバーをこっちに戻す、これだけでね、もう外れてます。はい、なのでね、この作業でこうどんどん次々つけばいいというところですね。はい、もうあの時間的には本当に早いですね。早いですか。はい、では、はい、ではまずね、鉄板釣りでやっていきたいと思います。セッティングマグネットを使ってね、見込みしていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。そうだ、あのこんなになったらかっこ悪い。まあでも1分違ったら違うよ。2つ比べてみましたけど、そうですね、違いましたね。置いていく方もですね、はい、このリフティングマグネットを使った方が割とねスムーズに置いていける感じはしましたね。これがですね、結構何枚も置いていくっていうことになるとですね、微調整っていうのが必要になってくるんで、微調整のもこっちのねリフティングマグネットの方がやりやすかったってあると思います。ちょっと気をつける点もありますので、リフティングマグネット耐荷重っていうのがね、あの決まってますので、今回、使用したリフティングマグネットは950キロまでいけるあのリフティングマグネットになってますけども、はい、520となると磁力の強いもっと大型のね、大きいものを使用する必要があるのかなと。あると便利、あると便利。あの一社に1個は欲しいかなっていう。もう鉄板祭りの人は持っていくと、はい。ここで私の方からちょっと一つお知らせです。2024年2月1日からパワーゲートと呼ばれるテールゲートリフターの特別教育の受講が義務化されました。それに伴い弊社では毎月テールゲートリフターの特別教育を実施しております。日程は随時更新しておりますので、下記概要欄リンクよりホームページをご確認ください。特別教育講をですねしていただかないと業務にはつけないという形になりますので、ぜひこの機会に受けていただければと思います。またですね、遠方の方のためですね、あの出張開催の方も承っております。各種諸条件はございますので、お気軽にフロントまでお問い合わせください。弊社ユニセルロジでは、鉄板の運搬から敷設の現場での溶接作業、連結作業まで承っております。また回収の方もですね、切断からですね回収、現場からの運搬です。一貫して承ることができますので、詳しいことはですね、あのフロントまでぜひ鉄板の運搬などご用命ございましたら、ロジまであの見積もり無料ですので、お問い合わせのほどよろしくお願いいたします。
ということで今回ね、はい、リフティングマグネットを提唱してまいりました。ジグが、ね、あったらどんどん紹介していきたいと思いますのでね、ぜひねグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。 TikTok とねその方もやってますのでそちらのフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。本日もご視聴ありがとうございました。ユニセルロジでは今後も新人ドライバーの研修動画を更新していきます。グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。